はいみなさんこんにちは、村長スタジオです。今日もイージードラマー3について、いろいろ見ていきましょう。前回まではこのドラムスタブ、これでできること、そしてこのグルーブスでできること、というのをやってきましたが、今日はここにあります。グリッドエディターという MIDI での研修機能を説明したいと思います。ちょっとおさらいのためにグルーブを入れてみたいと思います。 初心者に優しい機能としましてここにソングクリエイターというような曲全体をアレンジしてくれる便利な機能がありますこれを選択しましてそしてまずどんな雰囲気がいいかグルーヴを選びますこんなイメージで作ってみたいと思いますそういう時は このブルーブをこの左下のドラッグミディヒアというところにドラッグします。そうすると曲の構成がこのように表示されます。今回は a b e d ショートというのを選んでみましょう。そうしましてこのカラフルな部分をドラッグドロップして下のトラックに持っていきましょう。こうするとおかずフィルまで入れたサウンドを作ってくれます。ちょっと聴いてみましょう。カーソルを先頭に合わせました。 そして再生します。 ちょっとエンディングのあたりも、聞いてみましょう。このように、もう曲の構成ができますし、前回も説明しましたように、初心者の人でも、サビでライドシンバルを使うとか、そういうドラムの知識が全くない人でも、これでなんとなく全体の構成がわかるようになります。ドラムの勉強にもなると思うので、 この機能はとってもいいですしそして自分が選んだグルーブの雰囲気で全体を構成してくれるところもとってもいいですねそしてここでソングパートというのがあってブリッジを入れ替えるというようなときここでブリッジをいくつか聞いてちょっとこの派手なものに入れ替えてみましょう。 このブリッジを選択しましてデリートします。そしてこれに入れ替えます。入れ替えも簡単に効くわけです。さあそれでは今日の本題に入っていきましょう。このように構成ができましたら、グリッドエディターというタブを押します。すると、もうこのようにミディのドラムフが見れるようになっています。最大の目玉は、ヒューマナイズドというのをできることです。これでコントロール A で、 すべてを選択しました。そうしましたら、ここにヒューマナイズドというボタンがあります。今はオフになっていますが、これをオンにします。するとヒューマナイズドされたベロシティとかで、音を構成してくれるように変わります。ここでちょっと拡大してみておきましょう。こういう感じですね。先頭からイントロの部分を聞いてみます。 このようになっています。イントロの部分をこのように選択しまして、ハイハットの音を大きくしてみましょう。ここでベロシティというのがありますので、これを上げていくと、平均的にうまく上がってくれるようになります。ダブルクリックで元に戻すことができます。ダイナミクスというのは、音量差です。これを右にやると、音量の幅が大きくなって、左にやると音量の差が縮まります。 これにヒューマナイズドかけてみたいと思います。よーくベロシティを見ててください。オンにします。このようにヒューマナイズドされたノリの,のあるプロのドラマーが叩いたようなフレーズになります。自分でベロシティを細かく調整しようと思ってもなかなかこういうふうにはいきません。もう少しベロシティを上げます。 そしてダイナミクスを大きくします。簡単にこういうことができますし、その右にはランダマイズというのがあります。これを大きくすると、ランダムにベロシティが変わります。ちょっとヒューマナイズ度を切ってみます。 ちょっと機械的にやはりなりますよね。全体を元に戻しますね。はい、もう一度やります。ヒューマナイズド。はーい、ドラムの好きな人にはたまらないような人間らしい演奏に変わります。もちろんこれは。 鉛筆の機能で変えていくこともできます例えばここにタムをいくつか入れてみたいと思います <music> このように自分で描くこともできるわけですもう一度押すとこのように消すことができますそしてハイハットなどはこんなに便利な機能があります 例えばここに小さな矢印マークがあるんですがこれをすると展開しますここでハイハットの叩き方でもエッジで叩くとかそういうのを選択できるようになっていますこのようになっていまして今はグリッドを八分の1でしていますけれどもこれを1六分の1に変えるともっと細かなところ音符を載せることができます このようになっています。そして今はスナップモードになっていますので、グリッドの上にだけ置けるようになっていますが、このスナップを外しますと、自由なところにこれを持っていくことができます。こういう微妙な動きですね。これが簡単にできるようになります。こうして鉛筆機能で、いらないところを削ったりしながら、 このように少し複雑に作りました。もう一度この展開を閉じることにします。今の状態をちょっと聞いていただきましょう。複雑な形に編集ができたわけです。ハイハットだけでも、こんなにたくさんのアーキュレーションがあるわけです。そして各楽器にはとってもすごい。 アーキュレーションの機能があります。スネアのところに持っていくと、この矢印が出まして、展開すると、このようにセンターを打つかとか、リムショットとか、そういうのが出てきます。ハイハットの場合はもっと多いです。こんなたくさんのどの部分を叩くか、ハイハットをオープンした状態など、チップの0から5まで、という風にたくさんのアーキュレーションがあります。ライドや、タムにも、このようにあるわけです。 例えば、ハイハットを例に、ユニークな機能をお見せします。このように展開しまして、このように、打ち込んでいきます。いわゆる一小節分を、このように互い違いに打ち込んだわけです。そうしましてクローズします。そして、ここの部分から一小節分。このようにハイハットを描きます。 するとこのように互い違いになります。これはとっても便利ですね。ちょっと鳴らしてみましょう。<music> このようにして、さらにヒューマナイズドしたり、このようにダイナミクスを切り替えたり、そしてベロシティを変更したり、 もしくはランダマイズをします。そして上はヒューマナイズドにした状態にします。そうするとこんな簡単に書いても、こんな風に表情のあるハイハットが打ち込めるということになります。応用としましたら、例えばこんな風に打ったらどうなるのかということがありますが、これは同じようにしても、 このようにコピーはできません。これには一定の法則があるようでして。このように互い違いに打ち込んだ時だけ。できるようです。ここらを気をつけてください。このブリッドエディターは上から、キック、スネア、ハイハット、ライドがあって、タムという風になっていまして。 クラッシュがメインルームの場合、1、2、3、4個あります。そして、あと、シェーカーやタンバリン、ワンショットというのが構成されています。先ほど飛ばしましたが、この時にスロープをつけることもできます。一旦ベロシティを整えておいて、そして少し下げておきます。そしてスロープを作るというような形で、このようにスロープを変えることができます。今までミディで、 このようなことを打ち込もうと思うと、とっても大変でした。もう少し高度な編集としまして、ここにタイミングというのがあります。タイミングを押すと、このようなエリアが表示されます。例えば、これはクオンタイズです。仮にこのようにずらしておきます。そういう時でもここを選択しまして、クオンタイズをこのようにしていくと、 綺麗に収まります。こういうことですね。そしてスイングというのもできます。ちょっとここをスイングさせてみましょう。こうすると、このようにスイングしていくようになります。そして、ここにはランダマイズというのもあります。リズムのランダマイズ、このように若干わかりますでしょうか 微妙に、打ち方を変えるということになります。あとナッチというのもあります。ナッチは前後に微妙にずらすことです。はい、このように後ろに送っていきます。このように前に行きます。ドラムは前で叩くと軽いノリになりまして、後ろ目でこのように叩くと、少し重厚感のあるようなドラムになるようです。その辺のところも、 曲に合わせて調整してみてください。グリッドエディターの方も、そんなに難しくはありません。1日しっかり勉強すれば、あとは思いのところに打ち込むだけです。でも、このように大方は出来上がってるわけですから、若干気になるところ、フィルのところなんかを少しドラムを足したり、とかだけでかなり使えるようになるのではないかなと思います。特にこのヒューマナイズドをうまく使って、プロのような打ち込みに挑戦しましょう。 今日は新しく発売された e ージードラマー3のグリッドエディターという機能を深掘りしてみました。村長スタジオでした。